こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、お香はまだまだ炊いてますが、リラックスするためにお香を炊きながらも、ちょっと今からは、時事問題ちょっと行きたいなと思います。というのもね、最近ね、ウイグルのこととか、俺自身もあんまり言ってなかったんですけれども、やっぱり日本のね、世の中は全然動いてないなと思いますし、やっぱりまだまだね、知らない人も多いと思うんで、ちょっと定期的に喋りたいなと思って、今日はその時事問題しようかなと思います。産経新聞です。電子版いつも、読んでるんですけど、今日のね、電子版見てましたらね、結構中国関係のね、ネタが、たくさんやってました。で、本当にね、この辺はね、地上波ではあんまりやらないんで、皆さん絶対知っといてほしいなって思うことが何個かね、載ってました。そうなんですよ、今日はね、6月5日土曜日、今喋ってるんですけども、昨日6月4日ね、天安門事件の、起こった日です。まあ、菅井さんの誕生日でもあるんですけども、菅井さんの誕生日は、天安門事件の日なので、覚えやすいかなと思いますんで、覚えといてください。天安門事件知らない人は、まあ、同世代にしてはみんな知ってると思うんですけど、まあ、中国のね、学生がね、自由を求めてね、中国独裁政権ですからね、まあ、その辺でね、国民の権利をということで立ち上がって、天安門というところでね、天安門の広場のところでね、集会というかこう集まってたんですけども、そこに軍隊が出動して、軍隊が、学生を、虐殺していたという事件ですね。もう中国では完全に封印されてますんで、中国の、パソコンで、1994年だったと思うんですけど、1994とかね、6月4日とかね、天安門とかね、そういうので検索かけてもね、検索出ないらしいです。あそこはもうね、完璧に情報統制されてる世界ですから、そういうのはね、AI できちんと弾くようにね、なってるみたいです。はい。本当にね、やっぱり民主主義国家にね、生まれてね、良かったなと思います。まあ結構グダグダ感はあるんですけどね、グダグダ感はあるんですけど、どっちがマシかっていうとね、やっぱり自由に発言できて、自由にね、いろんなことを主張できるっていうのはね、いいことだと思います。きっと中国でしたね、今こういうこと喋ってたらね、俺は逮捕か警察の監視がつくんだと思うんですけども、まあ幸いというか、なんというか、まあ登録者数も少ないですしそんな中国からマークされることはないとは思いますけれども、まあ突然消えて、突然行方不明になったら、まあ中国にやられたと思っといてくださいまあね、まあそれぐらいの影響力がある、持ちたいなとは思うんですけども、まあ話戻しますね。まあ産経の一面もね、天安門事件でね、香港でね、追悼集会とかやろうとしたらね、それを、中国政府が阻止したとかね、まあそういうのがあります。はい。やっぱりね、都合の悪いことをね、どんどん隠していくのがね、共産主義ですからね。前のね、安倍さんが首相の時にね、疑惑が疑惑がとか言ってたね。もうその後、桁違いに違う疑惑をね、もう平気で、情報統制してね、隠蔽していくっていうのが共産国家ですから。本当にね、まあ立憲のアホどもは何を言ってんのかなとか思うんですけど、まあ野党は全員アホですからね、もう仕方ないですね。まあ全員って言ったら言い過ぎかもしれないですね。何人かはまともな人、まあ維新の方とかでしたらまともな人いるかもしれないですけど、まあ大体アホですからね。はい。まあ文句は言うとね、話がぶれるので、ですから本当にね、その天安門事件とか、いろんな人にね、伝えていってほしいなと思います。俺はまあ直接関わることないんですけど、やっぱり中国から来てるね、留学生であるとか、まあ何らかの仕事でね、日本に来てる人とかには、ぜひ天安門の話をしてほしいなと思います。だから国に戻って、天安門事件検索してみて、絶対引っかからへんからっていうのを言ったらね、まあ向こうの人も多分慣れてるんでね、情報操作されてるのは。そのあたりね、学生を戦車で引き殺したやつとかね、動画はね、
たくさん上がってると思いますんで、まあそういうのをね、見せて、中国政府はこんなにひどいことをしてるっていうのをね、ちゃんと、伝えてあげたらいいんじゃないかなと思います。はい。ちょうどね、今日の産経新聞見てましたら、ずっとね、そういう人権問題が非常にたくさん載ってますね。まあ、いい話題もちょっと入れときましょう。いい話題。日本が台湾にね、ワクチン提供しましたね。アストラゼネカですかね。日本ではなんか、血栓ができるとか言って、なかなか認可がおりなくて、ファイザーとか、まあ、その他のところで、日本国民の分は全部、確保してるみたいなので、その余った、アストラゼネカのね、台湾に、供給するということで、まあ、とてもいいことだなと思いました。台湾ではね、そのアストラゼネカのね、ワクチンは認可されてるらしいので、向こうもまあ法的にも OK なんで、まあ日本はちょっと厳しすぎるんでね、ダメというか、まあ様子を見るみたいな感じになってますけど、まあまあ、まあ結果的には、日本で使えなくて台湾で使えるワクチンが余ったっていうことで、まあ良かったんじゃないかなと思います。まあ東日本大震災の時もね、台湾がもう巨額の、義援金とかね、送ってくれたりとか、とても、協力してくれてますんでね、日本も絶対に、その恩は返さないといけないなと思うんで、こういうね、交流はね、非常にいいなと思います。もうさっさと台湾を国と認めてね、日本政府がね、はっきりと言ったら、他の国々も、絶対追従してくると思うんですけどね、そんなに中国が怖いんかなとか思いますけどね、もう何とも言えませんが、はい、本当にね、台湾とはね、がっちり組んでいったらいいんじゃないかと思います。台湾はもう完全な民主主義国家なんでね、きちんと選挙で、政権を取ってる。まあ、日本と同じですよね。まあ、韓国も民主主義と言いながら、ちょっとだいぶ怪しいですけども。そんなんと比べるとね、日本と、同じように、きちんとした民主主義国家は台湾ですから、台湾とね、しっかり組んでいくのはいいんじゃないかなと思います。はい、これは本当にね、いいニュースですね。まあ、あと一面にね、拉致被害者、今度は北朝鮮の話ですけど、拉致被害者のね、話が全然進まないっていうの、他のページにもね、確か出てましたね。どこやったかな、ちょっと全部読んでたんですけど、どっかに載ってましたね。全然、拉致被害者のね、問題が進まないということでね、ここに書いてますね。これ何面やろ ?3 面ですね。最重要課題、動かぬ国会とか言ってね。拉致問題特別委員会2年以上質疑なし。やる気感じられぬ。家族ら不信って。まあそうでしょうね。安倍さんはね、本当にね、しっかりやってくれてました。もう常に口に出してね、トランプさんにもね、しっかりと、教えて、トランプさんもね、拉致被害者のことを、キム・ジョンウンに言ってましたが、もう本当にね、歴史残る偉大な政治家っていうのは、こういうことをする人間だと思うんですよね。今はやっぱり誰もいないですね。やっぱり安倍さんが、いなくなったのは、とても、日本にとっても世界にとってもマイナスだなと思います。本当に歴史に残る偉大な首相。まあ、今、同世代にいるんでね、みんなわからないと思いますけども。まあ、何十年か後にしたらね、もう、教科書にね、しっかりと載ると思うし、まあ、その時にね、文科省がね、きちんと改革されて、なんていうんですかね、今みたいにね、文科省がね、売国度に、牛耳られてるっていう状態でなければ、素晴らしいことをしたということでね、安倍さんは称えられると思います。本当にね、この辺はもう俺たちは何もできないのが残念なんですけども、潮風っていうね、短波ラジオがあるんですけども、それは北朝鮮にね、いる日本人に向けて、ラジオ放送してるんですけど、クラウドファンディングとかね、ちょっと資金難なので、そういったところでね、資金の援助とか、できますので、皆さんもぜひお願いしたいなと思います。あと、ブルーリボン、こんな、スーツにつける、ピンとかもね、ブルーリボンっていうのはあるんですけども、あれもね、いつも中之島祭り行くとね、
俺たちが弾き語りしてる、まあ、その並びのところに必ずやってます。入り口のところに多いんですけども、まあ、都市によって場所変わりますけど、署名とね、そういう活動をねして寄付を、求める運動があります。だからそういうの見たら必ずね、まあお金のことですんで、まあ募金してくれとは、まあしてほしいなとは思うんですけども、まあそこは言いませんが、署名はしてほしいなと思います。やっぱりね、もう家族にとっても、とても辛いことですし、もう日本としてね、日本人としてほっとこうっていうようなね、できないことだと思いますんで、拉致被害者のこと最近ニュースでやらなくなったので皆さん忘れてるかもしれないですけども、しっかりと声を上げていかないといけないなと思います。まあ、選挙がありますからね、自分の、選挙区の国会議員のところにね、電話してね、拉致問題どう思ってますかとかね、ウイグルについてどう思ってますかとか聞くのがね、電話して、話を聞くっていうのが、とてもいいことだというふうに、誰か言ってました。まあそうやってね、国民とか、そうとも自分のね、直接選挙のね、絡んでくる人たちから、突き上げを、食らうと、大慌てで国会議員は動きますから、まあそういうところでね、言って声を上げていくっていう作戦もあるかなと思いますんで、皆さんもできる限りのことをしてほしいなと思います。はい。そうですね、あと、北朝鮮問題ね、なんか書いてましたけど、まあ、キム・ジョンウンがいるのか、死んでるという噂もありますけど、まあ、ちょっと死んでる説もあるんちゃうかなと思ってますが、うん。まあ、なんかいろいろね、揉めてるんですかね、揉めてるというか、キム・ジョンウンが出なくて、2番目の人間に権力を与えるっていうことは、やっぱりキム・ジョンウン死んでるか、もう、植物状態か、まあそんな状態になってるんじゃないかなとか思うんですけどね、ちょっとよくわかりませんけどね。はい。まあとりあえずね、その拉致被害者はしっかり返してもらわないとね、困りますね。はい。あとまあいろいろ載ってますが、オリンピックのねところでね、尾身さんが五輪開催反対してるとか言ってますけど、まあちょっと学者さんですからね、病気のことだけ考えたらまあそうなんでしょうけどね。まあそんなこと言ってたらね、病気にか、その感染者がゼロになるまで徹底的にやれって言ってね、経済も何もかも全て止めても OK みたいなね、まあはっきり言って偏った発言ですよね。この人はこの人の立場でね、言ってるんでね。まあそれ以外にもね、まあ完全にロックダウンしたらね、潰れる会社、店が出てきたら、自殺者増えますんでね、自殺者増えてもいいんかっていうのは、この尾身さんの頭 の中には入ってないというのはみんな理解しておいてほしいですね。だから関係ないんですよね。まあこの人は感染のことだけ考えて、言ってます。だから感染、まあ多少感染しても経済回していかないといけないっていう人は、自殺者が増えるからね、人が死んでいいんかって言って、だからある程度開けなあかんって言ってます。これもすごい正しいと思います。結局はバランスの問題なんですけどね、バランスよくいかないといけないよね。マスコミはね、政府を叩きたいとかね、まあそういうのでね、必ず政府にマイナスになるような意見ばっかり書いてますけども、まあこういう時こそね、みんな協力してね、まあ感染対策は国民全員でしっかり、やって、まあそれでも一部でね、規制とか緩めていって経済もしっかり回していきましょうって、ね、どっちも大事ですよってマスコミが言ってくれたら、テレビとか新聞しか見ない人たちでもね、そういう世論になっていくんだと思うんですけど、まあそういうことはないですね。足を引っ張るのがマスコミ、まさにマスゴミと言われても仕方がないってね、そういうことばっかりしてます。まあ、産経新聞は、あんまりそういうところね、まあ、だいぶマシですね。まあ、見ててイライラしないんで、まあ、たまにね、産経新聞でもおかしな記事があるなとは思うんですけど、まあ、それはそれでね、割り引いて読んでいけばいいかなと思うんですけどね。はい。またテレビと、新聞の批判になってしまうので、まあ、これぐらいにしときましょう。はい。まあ、いろんな、世の中の流れでね、あると思いますんで、
皆さん、新聞、まあ、産経新聞読んでほしいなと思います。朝日毎日読むとね、とても偏ってるので、産経新聞が一番、正しい情報だと思うので、決して産経の回し者ではありませんが、産経新聞読んでもらったらいいかなと思います。はい、ということで今日は固い話を、つらつらとしましたが、たまには言っていきたいなと思います。はい、今作ってる曲でね、ちょっとウイグル題材にしたのも一つあるんですけど、まだちょっと完成してないので、早く完成させて、歌っていきたいなと思ってます。はい、ということで今日はこの辺で、バイバイ。